大変です、久々のキャンプ部。はい、というわけでどうも、かっちゃんねるの風でございます。今日もうね、100年ぶりぐらいじゃないのかっていうぐらい、あ、マグニさんもどうもあ、どうもどうもどうも、すいませんすいません、今何もしてなくて何もしてなくて、すいませんすいません。そのマイク欲しいです。このマイク絶対買った方がいいよ。欲しいです。ないんですよこれね、売り切れてないんですよ。余ってませんか、2個。これね、僕も追加発注してるんですよ。ないでしょ。ないです。ないのよ、この前。ないです。はい、というわけで、マグニさんです。どうも、100年ぶりですね、なんだかんだ。ございます。だいぶ経ちましたな。ね、100年ぶりで、うん、もうキャンプのやり方忘れちゃった。忘れてるね。マグさんどんだけやってない？いや、2年はやってないんじゃない。2年はやってないと思うよ。チラッとキャンプ場にデイキャンで行ったぐらいかな。で、焚き火してちょっと飯作ったぐらい。やばいね。それ以来全然やってないです。だって最近マグさん、うん、全然更新頑張ってない。頑張ってない。めっちゃ前からやってるよね。前からばっかりやってる。ゲームばっかりやってました。はい。このコロナ禍。はい。ようやく解除されたってことで。そうですよね。うん。で、コミジンさんは、うん、ね、ゆっくり実況に専念されるということで。そうですよ。そうですよ。今日ね、いない。いない。まだ。まだいないです。まだ、実はちょっと、はい。捕まっちゃってあるものにね。はい。捕まっちゃってるんで。遅れてますけど。はい、遅れてる。後ほど合流予定ということで。そうですね。ちなみに、マグさんちゃんと持ってきた？キャンプのテントとか持ってきたよ。持ってきてる？持ってきたよ。うち何にしようかなと思って。いや、久しぶりなんで何でもいっちゃいいんじゃないですか。やりやすいやつがいいんじゃないですか。慣れた楽なのがいいよね。楽なのがいいと思います。絶対に手こずるんで。何にしよう。なんすかね、ソロのちっちゃいやつをやるんでいいんじゃない。ご飯もどうするします。じゃあ、いや、もうご飯担当も、いや、肉をやりたいなと。はいはいはい。肉屋さんなんかありますかね。肉屋さん、適当な、はい、あります。じゃあそれをじゃあ私が担当して、はい、私はまた何か考えようと思います。はい。何にしよう。まあ、ポールが一番楽なんだけどね、ポールが。ワンポールでいきましょうか。じゃあワンポールで楽ばっかしてるからな。そうだね、楽だね。ワンポールが楽ばっかしてるから、だからワンポールがいいと思います。でもシャッと立てる。え、マグニは何？いつものやつです。私は普通のドーム型のソロの。あ、はい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 。あればっか使ってます。あれね、あ、一番持ちがいい。何にしよう。これも自作か。違う。これもいい版だな。余計なことが気になっちゃってね。何にしよう。何にしよう。楽するか。もうやり方は忘れたし、楽していこうと思います。いいよりね。違う、DOD より安い、バンドック。バンドックです。1万円ぐらい。いい。必要なもん、ちょっと。それでペグがついてるかどうかですわ。あ、ペグね。うん。今回のグッズ。あった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 。ペグ。ペグということで、少しずつ減っていってます。ペグの数が。なくしていってます。めちゃくちゃ一応ありますよ。嘘。ペグは。な、足りんくなったら頼みますわ。うんうんうん。ペグ、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 OK、ペグ、OK、サンプ、OK、まず、寝具からだもんね。もう、毛布でいいんじゃないですか。何ですか、毛布。毛布は、まだまだそんな寒くないやろ。安い寝袋でいきます。これで。なんか、すごい片付け方されてるけど。はい、こちらでございます。はいはい、はい、ダウン素材の、はい、うん、ダウン素材のなんかです。いやいや、はい、3シーズンモデルで、はいはい、エアー450ですね。はいはいはい、はいはい、こちらでございます。なるほどなるほど。あ、取れる取れる取れる。ですね。おお、すいません、いいですか。ええー、もちろんでございます。ほんで、はい、あ、ちょっと待って、マグさん、こっち。はい。チャランと。おお、ハンモック。おお、自分のカメラやと思ってしまう。はい、これ。あら、なんでしょう、それ。これ、寝る時のベッドですわ。うん、コットね。コット、コット。これ、え、ちっちゃいね。そう、ちっちゃいんだって。キングキャンプ。そう、これセールで売ってて、うん、7000円かな。あ、いいですね。で、まだ開いたこともないんで、これ、今日使う。開いたことないんか。これ、持ってこうかな。あ、いいじゃないですか。キングキャンプ。キングキャンプね、まさにキング。福井のね、福井のキングね。いやいやいや、キングはいっぱいいます。福井キング、福井キングね。キングはいっぱいいます、本当に。大阪もっといるだろうけど。大阪もキングだらけですね。細かいこと言うと、あとね、グラウンドシートがあるか。あ、グラウンドシートしないですよ、もう。しないの？はい、これなんで。あ、そう。はい、なし。ない、なし。これ。はい、でしょ。揃ってきました。ペグテント、寝袋。ほんで、はい、これ
まみさん、これこれいいな、これめっちゃいいんだって、子供がすごい楽しんでてめちゃくちゃいいじゃないですか。これいいんだって、まあ、これはキャンプグッズとしても楽しい。あ、本当だ。やっぱキャンプでしんどいのは底冷え、うん、でも今日全然冷えると思うけど、ね、暑いもんね。そうね、じゃあ朝冷えるかな。念のため、念のためいるね。寝心地も良くなるしね、これ。そうだね、下に置くだけで、上にペッてやるだけでも。確かに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 。これも、はい、OK。久々すぎてどんどん増えてってるんじゃない、これ。ほんとやで、ミニマムにしてたはずやのに。ミニマムやったのにな。なんか照明とかどうすか。あ、照明はもうあるのね。パツパツに。で、じゃあ調理器具何を作るかですな。あ、そうだね。火はどうするか。一応私、あの炭をイコールつもりでございますが。でも、なんか3人それぞれ炭起こしてもいいよね、多分。そうだね。ね、尺的な問題でだよね。うん、出た、これ。出た、ロゴス。ロゴスのなんかかまどにもなりますよみたいなさ。はい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 。なんか可愛いのがあって、かまどとして利用してないんで。あ、もうこれで、はい、炭もいけるし、焚き火もいけるしって言ってますね。ええやん、ええやん。カズグッズが揃えつつありますね。念のため網もね。網もね、ちょうどいいサイズ見つけたんだってあー、これでいいよ。これでしょ。もういけたんじゃないですか。寝れるし、で、まあ、焚き火グッズみたいな、飯は作れるし、焚き火グッズみたいなやつやろう。あと細かいので大丈夫でしょう。タープなんかしないでしょ。どうですか。めんどくさタープみたいなのはもう積んでありますわ。あ、なるほど。簡単にみんなでキッてやる。あはんはんはん。キャンプの雰囲気度外視のやつ、度外視のやつ。オッケーオッケー。せいぜいこれでしょう。うん、トングね。着替えは後でいいか。じゃあ揃ったか、うん、ちょっと見てみよう。ちょっと見てみましょうか。焚き火、待て。うん。ああ、焚き火ね。マグさん。はいはい。最近、塗ってるね、これ。ほらほら。塗ってるね、これ。盛んが盛ん。盛ん屋さんごっこをしてて。やってましたね。うん。はいはい。で、結構これ、丈夫でいいんすわ。ああ、と、バケツね。バケツが丈夫で、はいはい、で、ほれ！あった！薪だ！これよ。しかもハンマーもね。ハンマーガチだね、これ。石頭ハンマーガチやん。ほんで焚き火も楽しめるんじゃない。そうだね。うちも薪は多少あるよ。いって焚き火台持ってきてないで、ちっちゃいのしか持ってきてない。一応全然足りると思います、これで。うんね、いけいけいけ。結構でかい。割らんでかいですね。割らんとね、割る時の絵もあるわけですね。ね、石頭で、まあ、焚き火で石頭、これいいっすわキャンプ用の手打ちのハンマーあるでしょ。うんうん。あれで、ちょっと割るやつ持ってましてね。はいはい。うち、うん、全然割りづらいんすわ。なるほどね。そう、ところが、あ、マグさん一回やってみる。あ、いいの。ナタで。これで、ちょっと待ってね。うわー、ちょっと待って、この台がすごいじゃん。本格的だな。ナタはね、さっき見えてた。お、なになに、それのあるんですね。マグさんいいですか。はい、ちょっとこれなんすわ。うわ、かっこいいでしょ。すごい、これ。で、これをこまく、上からこまくですね。そう、で、まだ比較的安全性が高いんですけど。はいはいはい。石頭持つ、置く、ね、この距離でだってナタ振り回せんでしょ。うん、振り回せ。これはもういいや、いいや。おお、いったねー。どう？うわー、どうこれ。いいね、音もかっけえし。これいいっすよ。これいいね。ただこれだとすげえやりづらいんですわ。あ、違うハンマーね。これは本当にキャンプ、これ軽、本当に入っていかない。ほんとやね、軽くて。石頭で何本。そう、ちょやりたい。そう、どうぞどうぞ。言ってマグさんも昔現場の人やったで。そうよ。まずじゃあどうかな、やりやすい方からやりますか。そうそう、やりやすい方で。だね。うわ、重た。お、来た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 。こういったらもうペンの。おえー、おえー、ちょっといいっしょ、いいっしょ。すごいハンマーできますよ。はい、入らんね。入るか。一回持ち替えてみて。石頭。
そうだな。やっぱり違うでしょ、石頭は。全然違う、一撃は。やっぱね、キャンプ用品のやつも洗練されてかっこいいんだけど、ガチ勢のやつがね、ガチ勢のやつが、大は小を兼ねるっていう石頭ハンマーじゃないのかなって。ただ、あんまりにも打撃が強すぎて、ここの頭がちょっと潰れてきた。潰れてるね。ちょっとね、石頭には対応してなかったかもしれん。超重たいもん。そう。おっ、何キロとか書いてる。 1.5 キロ、1.5 キロだって。おお、お疲れ。だってこれ結構さ、斧で割ったり、いや、なんかやるとき、もっと時間かかる、もっと時間かかる。大変やろ。うんうん。これ乾燥がいいんか知らんけどさ、めっちゃ、これと石頭すごいんだって。すごいね。めちゃめちゃ本気でさ、斧やるよね、ガンって。いや、これじゃきついよね、思いっきり振りかぶんない。うん。ほら、ほらほらさ、力入ってないんですよ。そうそう、デメリットはちょいうるせえっていうことでぐらいですね。いい音しました。以上です、ありがとうございます、はい、これ持っていこう。やばい、噂を教えたらクマさんが、クマさんがやってきた。どうも、岐阜の森のクマさんがやってきた。ヒゲ脱毛しました。ヒゲ脱毛しました。余分なところね。そうですね、もう首から下はもうツルツルですよ、今。うわ、すげえ。ズボン一回、ね、ちゃんとズボン、ちゃんと。うわ、待って待って、うおー、あ、もう、そうていうか、外出てねえな、この色、本当に。外は出てねえっすよ。本当に外出てねえな。だってもうご無沙汰、実写がご無沙汰でしょ。うん、実写がご無沙汰。声すらご無沙汰じゃない。うん、ほんとこうやわ。ゲームでチャンネルもずっとゆっくりでしょ。うん。皆さん、ここにちは。なんでね。どうでしょう、そうでしょう。引退疑惑流れてるの、引退疑惑。引退疑惑流れてるの、もう小道に言えなくなったんじゃねえか、説が。そうや、いや、積み荷台してました。うん。麻雀ばっかしてました。何が役前や、この前。コミチン一番弱えんやでな。そうやね、弱えんやで、ほんなもん。やってみます。うん、東京練習しましたよ。うん、麻雀を、麻雀を、はい、練習。勝てるかな、また岐阜行った際にマテラにね、勝てるかな。自動高いの、はい、あれ誰んちんの、あれは置いてある場所がちょっと3つの場所ですね。はい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 。うわ、なんかいろいろあんな。ちょ、準備積もる話もあるけど、ちょ待って、うん、ちょ待って、あとは揃ってきたよ。揃ったよね、もう。うん、クマさんも来たし、うん、クマさんナウだし。何、細かいの出てきたよ。あー、いいね。やる気なしね。うん、いいと思います、いいと思います。朝の、はい、朝のやる気なし。もう、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 うん、やる気なし、ガス。うん、うん、ちょっと細かいのも、電磁気グッズがありますね。なんかあるかな。あとは、いや、ほんと細かいものですね。手袋いるのかとかね、この辺ですね、あとね。もうこんなもんか。焚き火できるでしょ、ご飯作れるでしょ、寝れるでしょ。あ、器、焼くときのなんか。あ、器か。何作るか知らん。食べるとき、何作りますか。鍋担当なんで。鍋。コミさんが。で、焼き肉焼きます。肉なんかいろいろ焼きたいです。もうみんな落とし物屋であんま食べれんで。そうだね。おつまみ的な、なんか。あ、おつまみしますか。久々ヒージョにしますか。あ、いいですね。いいですね。いいですね。北にオリーブとニンニクと、なんかあの魚の内臓もなやつはめんどくせえでやめといて。やめといて。イカと簡単なやつね。そうだね、そうだね、そうだね。グツグツグツと。そうよ、まあ久しぶりでしょ。コミジンさんもどれぐらいぶりですか。何ですか。キャンプ。キャンプですか。うん。何をおっしゃいます。先週行きましたよ。お。三ヶ月ぶりにね。三ヶ月ぶりか。結構行ってるね。でも三ヶ月ぶりを。結構行ってんのか。行ってないです。3ヶ月空いたんですよ。もうだって2年とか本当ずっと行ってなかったよ。うちもソロキャンとかなんかそういう単位で言うと、はい、前あ、去年の秋やったっけ言って。え、去年そうですよね。キャンプ部復活って2周年みたいな。そっか、あれ、あ、それっきりそうだそうだそうだ。え、泊まりはじゃあもうそれっきりですか。もうそれっきり私はね。ファミキャンで1回だけこの前。あ、行ってましたな、ファミキャン。でもそれ本当1年ぶりぐらいで。やっぱり一番やってんのじゃあコミさんなんじゃない。コミさんが一番やってんのは、なんか僕で一番やってるのはやばい。その前でマウニー独走してたのいいの。そうね、全然だな。マイクラしかやってなかったですね、うん、マウニー本当に自粛してたで。自粛これでソロタンやない。なんか器、みんな白カップ持ってっからいいんじゃないの。白カップいっぱいありますよ。うん、順番いっぱいある。お、アヒージョ、アヒージョ映え。だいぶ傘、お手入れが。これはあの、うまみ成分ですよね。チョコレートついてますか、それが。チョコレートついてる。これうまみ成分。チョコついてる。チョコレートついてますよ。中華鍋、これが欲しいです。もうね。こびついた油がね。これもう。それは封印。本当に封印していただいて。これでいいんじゃないですか。はい。オッケーですね。オッケーだね。なら、これらを積み込んで、今からキャンプ行ってきますので、はい。他の皆さんのところもよろしくお願いします。はーい。というわけで、レッツラッゴー。で、オッケー。